サステナビリティ SDGs とは、持続可能な開発目標通称 SDGs は2015年9月の国連総会にて全会一致で採択された2030年までに持続可能でより良い世界を実現することを目指すグローバルな目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されており、地球上の誰一人も取り残さないことを原則に、全ての国の人々や企業に行動を求めています。サステナビリティ SDGs に取り組む必要性。昨今サステナビリティや SDGs というワードをよく耳にするようになりました。そういった中でサロンの皆様がサステナビリティに取り組むことでどのようなメリットがあるのか、また取り組まないとどのようなリスクがあるのかという点についてよく質問をいただきます。サステナビリティビューティーサロンプロジェクトではサステナビリティに取り組む3つの大きな理由を挙げています。1つ目、リスクの低減。2つ目、機会の創出。そして3つ目は長期的なビジネスの存続です。1、リスクの低減。日本ではサステナビリティ、SDGs に対するお客様の理解が深まっています。お客様の理解、意識が高まっている中で、サロン様が何もしなければこのサロン、環境や社会のことを真剣に考えているのかな、裏側で環境に影響を与えているのではといったマイナスな評価につながる可能性があります。マイナス評価は口コミやメディア等で今の時代広がってしまうこともあります。サステナビリティに取り組むことでサロン様の評価の低下、売上減少、炎上リスクなどを回避することができます。 2、 機会の創出。サステナビリティに取り組んでいるサロンと認識されることは信頼感につながり、新規顧客やリピーターの獲得、新たな取引先などとのつながりも見込めます。またこのサロンで働いてみたいといった人材確保にも良い影響があります。さらにはサステナビリティに関する取り組みをきっかけに、地域やパートナーとの連携など今までにないイノベーションの創出も期待できます。3、長期的なビジネスの存続。サステナビリティは領域が幅広く、スタッフの皆様が長く働き続けられる環境を整えることもその一つです。スタッフ様の雇用に関しては法令も整備され続けていて、例えば労働基準法では年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には必ず5日間の有給休暇を取得させることが義務付けられています。これを守らないと違法となり罰金が課せられます。こうした法令違反を繰り返した場合、長期的にビジネスを続けていけるでしょうか。逆を言えば、きちんと対応していくことで長期的にビジネスを継続していけることにもなります。サステナビリティは幅が広く、すぐに全て対応していくことは難しいです。少しずつでも対応し続けていくことが大切だと思っています。そのため、これからサステナビリティに取り組むためにできることを細かく記したチェックリストを解説していきます。さて、ここまでサステナビリティ、SDGs に取り組むことの必要性を学んできました。そうした背景を踏まえ、今回サステナビリティ経営のコンサルティングを専門とされているクレアン様と BA 東京様、BA 東京様の SDGs 推進ワーキンググループ参加サロン様、そして楽天ビューティー、楽天サステナビリティ部が協力してサステナブルビューティーサロンプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトはチェックリストを通じてサロン様にサステナビリティ、SDGs をご理解、実践いただき、未来につながる美容業界を作り上げていただくことを目的としています。実際にサロン様や楽天会員様へサステナビリティに関する意識調査アンケートを行い、また楽天ビューティーユーザーの方と座談会を通して得たご意見を反映して、皆様のサステナビリティを推進する上での行動指針となるチェックリストを作成いたしました。それではチェックリストを確認してみましょう。本リストは大きく以下の6つの項目で構成されています。1、自然への配慮。2、エネルギー使用に関する配慮。3、人権尊重への取り組み。4、
職場環境の整備、5、社会貢献の実施、6、お客様の安心安全の確保。1点目、自然への配慮に関しては、廃棄物の削減、水資源の節約、排水への配慮、森林や生き物への配慮が重要な取り組みになります。まず廃棄物の削減について解説していきます。私たちは日々生活する中で様々なものを消費します。これが廃棄物として処理をされますが、その量が世界中で問題になっています。日本では廃棄物を処理する際には焼却処理が主な処理方法です。焼却は多くの CO2 を排出します。このため廃棄物を削減することは自然への配慮につながります。 3R と呼ばれるリデュース、リユース、リサイクルが推進されていますが、まず廃棄物を減らすにはゴミになるものをできるだけ使わない、また使う量を減らす努力をするというアクションが効果を生みます。この視点でリストをチェックしていきましょう。1、消耗品の使用削減に取り組んでいる。廃棄物を減らすにはまずゴミとなるものを減らすことです。そのためサロンでペーパータオル、ティッシュなどの消耗品の利用を減らしたり、チラシなどをデジタル化で代用することで廃棄物を削減することが必要です。消耗品の削減やそもそも使用しない工夫、デジタル化や工程の削減などをしていればチェックすることができます。2、ペーパーレス化に取り組んでいる。紙資源の節約は森林破壊の削減につながります。配布資料のデータ化、カルテの電子化などに取り組んでいればチェックできます。3、パッケージがされていないまたは削減されている備品を使用している。どうしても消耗品となってしまう備品は存在します。そういった備品に関してはパッケージがないものや薄くされたものを選ぶことで廃棄物削減につながります。備品においてパッケージがないもの、または削減されているものを選ぶようにしていればチェックできます。製品、資源にはリサイクルできるもの、そして個別にリサイクル方法が定められているものがあります。先ほどの 3R のうち再使用、リユース、再生利用、リサイクルでは物が循環する社会を目指しています。そのためゴミとなったものを正しく分別して廃棄すること、リサイクルされたものを使用することも重要になります。また自身がどれだけ廃棄物を出しているかチェックすることも廃棄物を減らす第一歩としてとても大切です。この視点でリストをチェックしていきましょう。4、ゴミの分別を行政ルールに沿ってしている。分別用のゴミ箱を設置している。どのように工夫しても廃棄物は出てしまいます。しかし出た廃棄物も分別をしっかりしていればリサイクルをすることが可能で廃棄物を減らすことができます。そのためゴミの分別を徹底することも廃棄物削減につながります。店舗内で行政ルールに基づき廃棄物の分別をしっかりしていればチェックできます。5、リサイクル素材のものを使用している。リサイクル素材の利用を促進すると新たな資源を消費せずに済み、貴重な資源やエネルギーを保護できます。備品やシャンプーなどの商品の容器にリサイクル素材のものを選択していればチェックできます。6、廃棄物の量を計測、管理し削減をしている。廃棄物を減らすにはまずどれだけ廃棄物が出ているのかを見えるようにすることが大切です。そのため廃棄物の量を測ることが重要です。ゴミの削減のために継続して廃棄物の重さや袋の数を記録していればチェックできます。7、廃棄を減らすためのルールや方針を設定している。廃棄物を減らすためにはスタッフ一人一人の認識を合わせることが有効です。そのため明文化されたルールや方針を作ることが大切です。会社または店舗として廃棄を減らすためのルールや方針があればチェックできます。
次に水資源の節約、排水への配慮について解説します。日本は海に囲まれ水資源が豊富な国といえます。過去には工業用排水を正しく排水せずに公害に発展してしまった事例や、地域によっては水不足に悩まされているところもあります。水質汚染などに対して何らかの対策を行っていかなければ、いつか安全な水を利用できない日が来るかもしれません。特に美容業界ではシャンプーなどの施術中にお水を使用したり、薬剤を洗い流すことも多く、排水には特に配慮が必要な業界だといえます。そのため節水機能のついた水道、シャワーを活用したり、水の再利用装置を活用するサロン様や、環境負荷を考えた薬剤を使用するサロン様も増えてきました。この視点でリストをチェックしてみましょう。8、水使用量を計測し削減を心がけ節水技術を導入している。サロンでは洗髪などに多くの水を使います。そのため節水に積極的に取り組むことが重要です。節水のシャワーヘッドを利用する水回りの工夫や、洗剤をできる限り削減するなど節水の工夫をしていればチェックできます。また水使用量を減らすには、まずはどれだけの水を使用しているか現状を把握し、目標を設定して結果を振り返ることが大切です。9、排水の際の水質をコントロールする技術を導入している。サロンではカラーリングなどにあたり化学物質を排水します。そのため排水における化学物質量を減らすことが大切です。パーマ液やカラー剤などの化学物質を浄化してから排水に流すなどの水質コントロール技術を使用していればチェックできます。続いて森林や生き物への配慮について解説します。人間の暮らしは山や森林などの自然の恵みに支えられていますが、その森林の減少や生き物との共存が世界でも大きな問題となっています。また最近ではアニマルウェルフェアの観点から動物実験に対する厳しい意見も聞かれます。森林の問題に関しては1994年に FSC という団体が設立されました。FSC は適切に管理された森林から作られた製品かどうかという観点で審査を行い、認証した製品に対して FSC マークを与えています。生物多様性保全について審査・認証を受けたエコラベルの例として、他にもパーム油を使用しているシャンプーなどなら RSPO 認証、動物実験をしていない製品にはリーピングバニーの認証などがありますので、こういったマークのついた製品を選ぶことで森林保全や生物多様性に貢献することができます。この視点でリストをチェックしてみましょう。製造メーカーが製造過程で環境汚染を防止したり、アニマルウェルフェアに取り組んでいる製品を使用したりしている。製造工程で動植物への悪影響を生み出す物品も多く存在します。そのため利用している物品のメーカーがその製造工程などで環境や生物へ配慮していたり、環境保全活動をしていたりすることも自然を守ることにつながります。環境に負担をかけない原料と製法、流通をしている消耗品、またアニマルウェルフェアに配慮したシャンプーや薬剤を選んでいればチェックできます。2点目、エネルギー使用に関する配慮に関しては、持続可能なエネルギーの使用、気候変動への対策が重要な取り組みになります。石炭、石油、天然ガスなど私たちが頼ってきた化石燃料のエネルギーには限界があり、またそれを使用することで多くの温室効果ガス CO2 を排出し、気候変動を加速させています。美しい地球環境や人や生き物の豊かな暮らしをいつまでも守るために、 CO2 を多く排出する化石燃料に頼らず発電する太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーへのシフトが求められています。また当たり前のことですが、消費する電力を少なくすることも私たちができることの一つです。この視点でリストをチェックしてみましょう。11、省エネ機器や省エネ製品を導入、 LED ライトへの切り替えなどをしている。発電する際には CO2 が発生します。そのためできるだけ電力を使わないライトや省エネ性能が高いドライヤーなどを使用することは気候変動対策につながります。
店舗や事務所の電球を省エネの LED ライトに切り替える、機材を省エネのものに切り替えるなどの対策を行っていればチェックできます。12、再生可能エネルギー由来の電力を使用している。利用する電力を再生可能エネルギー由来のものにする場合、発電時の CO2 発生量が削減され、気候変動対策になります。再生可能エネルギーの事業者と契約していればチェックできます。13、電気の使用量を計測・管理し削減している。電気の使用量を減らすには、まずはどれだけ電気を使用しているのか現状を把握し、目標を設定して結果を振り返ることが大切です。電気使用量の削減のために継続的に電気代の明細を保管・管理していればチェックできます。14、CO2 排出量を計測・管理し削減している。CO2 排出量を減らすには、まずはどれだけ CO2 を排出しているのか現状を把握し、目標を設定して結果を振り返ることが大切です。CO2 排出量の削減のために、継続的に CO2 排出量を計算し、管理していればチェックできます。3点目、人権尊重への取り組みに関しては、人権の尊重、女性やマイノリティの活躍、多様性の尊重が重要な取り組みになります。国連が採択した SDGs の原則が、地球上の誰一人も取り残さないであるように、自分以外のさまざまな立場にいる人たちの権利を尊重することが求められています。サロンでもスタッフに対して人権尊重とお客様に対しての人権尊重が存在します。まず、人権を考えるときには、それぞれの多様性を尊重すること。サロンがそれを方針として明確にすることが重要です。そしてスタッフがお客様だけでなく他のスタッフに対しても差別やハラスメントを起こさないように研修をすることで万が一スタッフが不服に思った場合には相談できる窓口や体制を整えることも重要です。この視点でリストをチェックしてみましょう。15、スタッフ、お客様すべての人の多様性を尊重する方針がある。会社の姿勢を示す方針の中で人権の尊重に触れられていることは安心して働くことができる一つの指標です。すべてのスタッフとお客様の人権を尊重することを方針として定め、関係者に伝えていればチェックできます。16、差別やハラスメントについてスタッフの研修を実施している。2022年4月1日からすべての企業を対象にパワハラ防止法が施行され、ハラスメント防止措置が義務化されています。法律を守ることはもちろん、スタッフを守り、その能力を十分に発揮してもらうためにも、ハラスメント対策を欠かすことができません。差別やハラスメントについての研修を毎年1回以上実施していればチェックできます。17、スタッフの結社の自由、団結権を尊重する。結社の自由とは、誰でも団体を結成できる権利で、労働者に保障されたものです。そのため、雇用主はスタッフのこの権利を守ることが必要です。会社として以下のような対応をしていればチェックできます。労働組合への加入や正当な労働組合活動などの労働者の結社に干渉しないこと。すべての労働者が自ら選択する労働組合を結成したり、これに加入したりすることを認めること。反組合的な差別待遇を行わないこと。18、製造過程で人権侵害につながっていないシャンプーや薬剤を使用している。世界には約1億6千万人の5歳から15歳の児童労働者がいます。シャンプーなどの原材料に使われるパーム油の栽培地でも児童労働をはじめとする人権侵害が問題となっています。そのためシャンプーなどの製品を製造する過程で人権侵害が起こっていないことを確認することが大切です。製造過程で人権侵害が起こっていないとメーカー保証されているシャンプーや薬剤を使用していればチェックできます。次に、女性やマイノリティの活躍について解説します。日本では出産や育児を理由に仕事を離れていた女性が再就職を望んでいるにもかかわらず、思うように復帰できない状況が多いことが分かっています。また、障害のある方や外国籍の方、
LGBTQ+ の当事者などマイノリティの方々はマジョリティと同じようにキャリアを形成できると言い切れない状況が多くあります。この視点でリストをチェックしていきましょう。19、働きやすくキャリア形成しやすい環境づくりを行っている。出産や育児を理由に仕事を離れていた女性が再就職を望んでいるにもかかわらず思うように復帰できない状況にある女性が多いことが分かっています。そのため特に時短制度などのフレキシブルに勤務時間や勤務日を選択できる制度が大切です。そのような制度を整えていて利用実績もあればチェックできます。20、マイノリティ、障害のある方や外国籍の方、LGBTQ+の当事者の方なども働きやすくキャリア形成しやすい環境づくりを行っている。障害のある方や多国籍の方、LGBTQ+などマイノリティへの配慮がある職場ではスタッフが職場で悩みや意見を言いやすく、またハラスメントや差別的な言動があっても誰かが指摘できる円滑な人間関係を築くことができます。結果、働く意欲が向上し生産性の向上にも貢献します。マイノリティへの配慮が結果的にスタッフ全員にとっての働きやすさ、企業の持続的な発展につながっていきます。マイノリティも働きやすくキャリア形成しやすい制度を整えていて、制度の利用実績があればチェックできます。次に多様性の尊重について解説します。多様性という言葉には性別や国籍、文化や価値観など様々な要素が含まれています。お客様の人権を尊重するためには全てのお客様が利用しやすい環境、バリアフリー、ジェンダーなどにとらわれない多様な価値観の尊重、外国語対応、宗教の配慮、子連れへの配慮などを作ることも常に大切な観点になっています。この視点でリストをチェックしてみましょう。21、全ての人が利用しやすい環境づくりを行っている。障害のある方は身体的、精神的な理由からサロンに行くこと自体のハードルが高くなってしまうことがあります。段差をなくす、スロープを設置するなどバリアフリーの環境を整備していればチェックできます。22、 LGBTQ+ をはじめ多様な価値観を尊重してサービスを提供している。出身地や性的指向、性自認により美容に関しても多様な価値観が存在します。そのため男性らしさ、女性らしさなどステレオタイプのある髪型や身なりを押し付けないようにする必要があります。スタッフが価値観の多様性に基づいて配慮できるような工夫、研修や多様なサンプルの作成などをしていればチェックできます。23、外国語での対応をしている。日本語が使えない場合、外国籍の方がサロンに行くハードルが高くなってしまうことがあります。そのため多様な言語に対応することも大切です。日本語が使えなくてもサロンを利用できるような工夫をしていればチェックできます。24、宗教的配慮、ムスリム女性への間仕切りなどを行っている。イスラム教徒、ムスリムの女性は男性に顔を見せてはいけないという戒律があり、サロンを探すのが難しい事情を抱えている方も存在します。ムスリム女性への間仕切りなど宗教的な配慮からサロンの環境を整えていればチェックできます。25、赤ちゃんや子供連れのお客様でも利用しやすい環境を作っている。赤ちゃんや子供連れでは利用できるサロンが少なく、サロンに行くハードルが高くなってしまうことがあります。キッズスペースや託児所が備わっていたり、お子様同伴可能などの環境を整えていればチェックできます。4点目、職場環境の整備に関しては労働条件の改善、労働安全衛生の確保、育成・研修の実施が重要な取り組みになります。働くスタッフの皆様が未来のサロンを作り上げていくといっても過言ではありません。スタッフの意欲、挑戦や希望を集約し、研修を含めその挑戦の場を提供することはサロンの持続可能な発展・経営につながります。スタッフの働きやすさ、働きがいを促進するために育休等の制度を整えていること、および制度を使える環境があること、健康被害を含めた体調面の管理・監督ができていることも重要です。また、非正規雇用は手当や福利厚生などの待遇面で非正規雇用よりも劣ることが多いことに加え、
解雇しやすく、雇用側にとって都合よく利用されるケースが指摘されています。そのため正規雇用のスタッフと同一の労働であれば、正規雇用に切り替えていくことが推奨されています。また正規雇用であっても技術向上のための練習などを労働時間外に行い、賃金が支払われない、いわゆるサービス残業は法令で禁止されているだけではなく、スタッフの健全な生活を揺るがしかねません。これらを就業規則として明文化していることは、健全な職場環境を作る第一歩となります。この視点でリストをチェックしてみましょう。26、正規雇用を促進している。非正規雇用は手当や福利厚生などの待遇面で正規雇用よりも劣ることが多いことに加え、解雇しやすく雇用側にとって都合よく利用されるケースが指摘されています。そのため正規雇用のスタッフと同一の労働であれば、正規雇用に切り替えることが推奨されています。可能な限りスタッフの正規雇用を推進していればチェックできます。27、公正な賃金を支払いサービス残業をなくしている。賃金を著しく低く設定している場合や、雇用形態が違うことによる差別があると、スタッフの生活が成り立たなくなってしまいます。最低賃金や同業者の賃金水準とかけ離れていないことを確認した上で、同一労働をする者の間で正規・非正規による差別が行われていない賃金体系を整理することが必要です。1、最低賃金や同業者の賃金水準とかけ離れていないことを確認した上で、同一労働をする者が正規・非正規による差別が行われていない賃金体系を整理することが必要です。2、サービス残業は賃金の支払いを受けずに時間外で労働している状態です。サービス残業は法令で禁止されている給与未払いにもなり得るため、しっかりと対応しなければなりません。スタッフの勤怠を管理し、時間外労働に関して給与を支払っていることを確認することが必要です。上記1、2、どちらも対応していればチェックできます。28、産休・育休を全ての人が取得しやすい環境づくりを行っている。産休や育休を安心して取得できる環境であるかどうかは、スタッフがキャリアを続ける上で重要です。男女問わず産休・育休の取得がしっかりと認められており、休職期間終了後に同じ条件で復職することができていればチェックできます。29、スタッフ同士の対話を促している。雇用主・スタッフそれぞれが職場に求めることは、その時々の状況により変化することがありえます。そのため職場内でお互いに意見を伝え合う場が必要です。雇用主・スタッフがそれぞれの労働条件や職場環境に対して積極的に意見交換をしていればチェックできます。30、働きがいを大切にしている。希望する挑戦ができる、仕事を誇りに感じられるなど、より良い職場を作るには労働条件の良さ、働きやすさだけでなくやりがいも重要です。そのためスタッフが仕事に誇りや意欲を持てるようにする必要があります。経営理念の共有、日々の業務への定期的なフィードバック、新たな挑戦への推奨など、働きがいを大切にし、それを高める取り組みをしていればチェックできます。31、就業規則を明文化している。就業規則は雇用主とスタッフの間における労働時間や賃金など雇用に関するルールを定めたものです。双方で確認・合意が取れるようになっていなければ、どちらかが不利益を被る可能性が高くなります。就業規則を作り、スタッフが閲覧できるようにしていればチェックできます。32、業務上発生するスタッフへの健康被害を予防するための対応をしている。サロンでは手荒れ、腰痛、ネイルの粉塵による病気など業務上における健康被害が発生する可能性があります。そのためサロンでもスタッフの健康に配慮する必要があります。スタッフの健康に資する設備、備品、取り組み、例えば就寝期、体に優しいシャンプーや薬剤、ストレッチの推奨などを積極的に導入していればチェックできます。33、スタッフの長時間労働の防止や休憩時間の確保などに取り組んでいる。サロンは長時間労働になりやすく、健康を害する可能性があります。そのため長時間労働の削減の対策や休憩時間やインターバルの確保が重要です。労働基準法で定められている労働時間、
1日8時間、週40時間、残業が必要な場合は月45時間、年360時間と、休憩時間、6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上を基本とし、さらに積極的に長時間労働の削減に取り組んでいればチェックできます。34、スタッフのスキルアップを支援する制度がある。サロンのスタッフが技術を上げるためには通常業務だけでなく研修等の時間が重要になります。そのため就労時間内の研修制度が求められます。外部研修参加への費用負担、社内研修制度の整備などを行っていればチェックできます。35、スタッフのキャリア形成について相談できる体制を作っている。スタッフが長期的にキャリア形成を行うには、スタッフがさまざまなアドバイスを求めることができる仕組みを整えることが大切です。定期的なキャリア面談やメンター制度など、積極的なスタッフのキャリア形成支援を行っていればチェックできます。5点目、社会貢献の実施に関しては、地域資源の活用、地域からの雇用、地域イベントへの参加などによる地域貢献、寄付活動、ボランティアカットなどの社会貢献活動が重要な取り組みになります。私たちは全員が社会を構成する一員です。そのため一人一人がこの社会をより発展させ豊かにしていく責任を担っています。周辺地域とともに発展するための活動をすることで地域へ貢献していくことが可能です。例えば地域コミュニティからの採用、地域コミュニティへの参加、地域生産の薬剤使用やドリンクのお客様への提供、地域でのイベントやゴミ拾いなどを行ってみましょう。地域だけでなくヘアドネーションや訪問美容のボランティアを通じて貢献していくことが可能です。この視点でリストをチェックしていきましょう。36、店舗の周辺地域から採用している。雇用は地域経済活性化のための重要なテーマの一つです。そのためサロンの所在地域から積極的に採用することは地域発展の貢献につながります。所在地域周辺からスタッフを積極的に採用していればチェックできます。37、店舗の周辺地域で作られたものを極力使用している。地産地消を促すことは地域貢献につながります。そのためサロン内で利用するものやサービスを地域の会社から購入することは地域の発展に求められます。サロンで利用するシャンプーなどの備品やホームページの作成などを地域の会社に依頼していればチェックできます。38、ボランティアなどの社会貢献活動を行っている。社会貢献活動に参加することも社会課題を解決する一つの方法です。店舗や会社としてボランティア活動をしている、またはスタッフにボランティア活動を行うための支援をしていればチェックできます。39、収益の一部や物資などを社会課題を解決する団体に寄付している。寄付することも社会課題を解決する一つの方法です。収益の一部や物品などを社会課題を解決する団体に寄付していればチェックできます。6点目、お客様の安心安全の確保はとても重要な取り組みです。インターネット上でサロンを探すことも増えている今、お客様のプライバシーを守ることはもちろん、サロンから正確な情報を発信し、お客様へ誇大な情報や誤った情報を伝えないこと、そしてご来店いただいた際も安心なサービスを提供できるように、空気清浄などのお客様の健康に配慮した店舗環境の構築、またサービスへの声を拾える仕組みを整えていくことが重要です。楽天ビューティーに掲載することでお客様の声を積極的に回収し、改善することも可能です。この視点でリストをチェックしてみましょう。40、お客様からの声を積極的に聞き、改善につなげる体制がある。お客様が改善を求める際、直接施術担当の方に伝えるのは難しいことがあります。そのため、メールや電話など改善苦情を伝えられる窓口が必要です。お客様が改善苦情を伝える問い合わせ窓口を設置し、その内容に対応を行っていればチェックできます。41、お客様のプライバシーを保護している。サロンではお客様の住所や電話番号をはじめ個人情報を扱いますが、外部に漏れた場合大きな問題になります。そのため顧客プライバシーのしっかりとした保護が重要です。お客様の情報を集める際に利用目的を伝え、集めた情報に関し管理して、
目的内の利用にとどめることを行っていればチェックできます。42、正しく誠実な情報発信を行っている。ホームページなどで虚偽の記載があったり、大げさな表現になったりしている場合、お客様に間違った情報が伝わり問題となることがあります。そのため正しい情報発信が必要になります。ホームページや店舗広告などで虚偽や誇張表現がないことを確認していればチェックできます。43、お客様の安全に配慮した環境づくりをしている。サロンの壁紙などの内装から毒性のあるホルムアルデヒドが発散されている場合、対策が大切です。しっかりと換気をしている、空気清浄機を使うなどして空気中のホルムアルデヒドの対策をしていればチェックできます。以上の項目がサロン様がサステナビリティを推進する上での行動指針になります。少しずつできることから取り組んでいただき、未来につながる美容業界を作り上げていきましょう。本日はご清聴いただきありがとうございました。